子猫の地位が始まるよ。アンとテリーの前回のお話。草だらけの公園でキラキラ光る獲物を見つけた私たち。追いかけて穴の中に飛び込んだら、すっごい綺麗なところに行けたんだけど、気づいたら帰ってきちゃったの。あれ？また行きたいな。また行けるかな。入り口のところまで行ってみましょ。今日こそ捕まえてやる。この中から獲物がいっぱい出てきて、また入っていったんだ。本当？行ってみよう。行く。準備はいいか？にゃー、せーの、にゃ本当に大丈夫なのか？にゃにゃにゃ
なんだ？変な音がするね。行ってみよう。うん。いろんな音がする。面白い。おい見ろ、獲物だ。逃げられる前に追うぞ。みま、滑り上がるぜ。もう一回。登れない。どうしよう。もっと爪が尖ってれば。そうだ、爪研ぎしましょう。ママが毎日しなさいって言ってた。なるほど。どこかに木はないか。ここに木あるよ。お、うん、おすごい音する。ゲームやる。私も。俺様も。登るぞ。にゃっ、やったー。にがせ、へへ、登る。にゃん、おおチャンスだ。捕まえよ。にゃん、にゃん、にがほう、すれついた。あんすごい。やるじゃねえか。俺たちも取るぞ。うん。よっしゃ。ゴーゴー。あいつはあっち。やったー。いただきます。ポンポン。最高だな、ここ。ずっとここにいたいね。危ないところじゃなさそうだし。どうした？あれあれ。お？何かしらあれ。変な形。なんかわかんねえけど、行ってみようぜ。あ、待って、こっち。待って。ね、夜になっちゃったのかな。細かいことは気にすんなよ。ミコ。